さあ出発します。現在ですね、日付変わりまして4月30日金曜日の午前0時40分でございます。今から東京に向けて出発します。出発。あ、ちょっとメーターゼロにしとこう。よし、出発。真っ暗。さあ現在時刻は2時11分、静岡に入りました。静岡県に入りました。さあどうですかこの海、非常に綺麗なこの海、皆さんに見えますでしょうか。いやー、月明かりで綺麗だな、海が光ってます。いやー、皆さん、現在時刻は4時20分、空が明るくなってまいりました。そして富士山も見えてまいりました。現在朝5時を回りました。だいぶ明るくなってまいりましたね。さあ、ずっと名古屋から国道23号線それから国道1号線のバイパスをずっと走ってきてたんですが、ここからはずっとひたすら上り坂です。そして御殿場方面に抜ける予定でございます。富士サファリパーク周辺でございます。ちょっとね、こちら富士サファリパークもまだね行ったことないので、いずれ行きたいなとは思っておりますが、今日は通過させていただきます。富士サファリパーク入園口、あ、並んでましたね。車がもう開園待ちの渋滞が起きておりました。
あ、下りだ、危ないぞ、気をつけて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 、危ないよ、危ない、無理しちゃダメだよ、滑るから、本当に滑るから、滑っちゃうからね。さあ現在時刻は5時20分、裾野市を走っております。国道469号線ということなんですけれども、さあ日が昇ってまいりました。なかなか幻想的な日の出でございます。あ、御殿橋の看板が見えました。御殿橋に入ります。御殿橋に入りました。おっと、眩しい眩しい。現在名古屋を出発して258キロ。ずっと下道。まあバイパスも走ってるんでね、結構スピードは出せたので、もう御殿橋ですが、いやー時間的には間もなく、もうちょっとで5時間スタートして、もうちょっとで5時間ですね。現在5時25分ぐらい。この静岡の1号線のバイパスを降りてですね、こう山登りに入るところまでは、富士山もくっきり見えてたんですけど、そこからまた雲にかかってしまって、もう今は富士山がどこにあるのかも全くわからない状態です。さあ太陽が目の前に、ガーうぅ眩しい、気持ちいい、いい朝だ、いい朝だ。まあ今日ゴールデンウィーク前ね、最後のお仕事という方もいらっしゃると思いますけども、気合い入れて乗り切っていいゴールデンウィークを迎えましょう。おっと太陽しっかりと出てまいりました。眩しい、しっかりと真正面に出てまいりました。なかなかこの太陽と山と雲もかなり速いスピードで動いてますのでね、ちょっとなかなか幻想的ですね。駅を発見したので道の駅で寝ます。眩しい、はい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 、んどこだ、どこ、え、これ違うね、違う違う、人すごい。どうぞ。道の駅富士尾山に到着いたしました。金太郎生誕の地と書いてありますね。ありがとうございます。そしてこちらには早朝から元気に金太郎さんがいますね。ありがとうございます。今道の駅富士尾山なんですけど、ちょっと今考えたんです。ここで寝ていいのかっていう。
ちょっと何があるかわからないので、先を急いだ方がいいのかなと。もうちょっと先進んだ方がいい気がするんですね。そう、何が言いたいかというと、渋滞がとんでもないことになる可能性があるなと。とんでもない渋滞が起きると、ちょっと私ね、3時にとあるお店を予約してるんですよね。午後3時にそこに絶対間に合わせないといけないので、ちょっとここで寝るわけにはいかないなっていうのをちょっと今思いました。なので、ここで寝るのはやめます。勝手にしろって話ですけど、ちょっとね、あと金太郎さんのところに湧き水がずっとビューって出てるんで、ちょっとね、緊急用のお水をゲットしてこようと思います。はい、県に入りました。国道246号線、もうひたすらまっすぐ行けば東京着きます。現在時刻は6時を回りました。行けるところまで行きましょう。バイバイ。無事にですね、東京到着しました。ちょっとね、今日気温が上がるということで、ちょっと車を普通に日向に駐車すると多分寝れないなと思いまして、それでちょっと東京の、ここは前にも来たことあるところなんですけど、ここに、まあ後で行くんですけど、日陰で無料でゆっくり車を止めておける場所があるので、そこに車を止めました。で、私今何してるかっていうと、トイレです。トイレ行って寝ます。めっちゃ天気いいな。ではちょっと3時間ほど仮眠を取ります。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。寝ます。